ポイントゲッター経験値分配能力者の異世界最強ソロライフブラックギルドから解放された男は万能最強職として無双する、星3。経験値分配という経験値を貸し与える能力を持つレベル1の人族のオスが主人公。その主人公のスキルがレベリングにクッソ便利であるということに目をつけた利己的なクズパーティーが主人公を摩耗して利用していたが、チート名声と高レベルを手に入れたのでもうバフのアクセサリーみたいなやつは人件費がかかる分非効率だろうと切り捨てることを決定。主人公がいいか、お前らに経験値を貸しているだけだからな俺を切るってことはそういうことだぞ。と散々説明したがアンポンタンだったために理解できずに切り捨てる。そこで今まで譲渡していた経験値を返してもらったらチート級にレベルが上がって、エルフっぽいクソ美人のメスには惚れられるが金はがっつり入るわドラゴン肉なるチンには食べられるわと人生勝ち組。一方のレベルが大幅に下がったチームを単身は全部主人公が悪いということで中殺しようと浅はかプレイを始めるが見事に返り討ちにあって犯罪者一歩手前まで落とされてさらにはチームはほぼ解散と。腹の底からざまみろ&スカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえ絶を読者に提供してくれる。この漫画のこの手のザマー系で上質な部分は、主人公の性格設定が、あんなに頑張ったのに、いつかきっと分かってくれるといったお天地を単身ムーブをしない性格設定な部分であり、ザマーさせられるチームを単身もしっかり重罰を与える部分。例えば中殺に失敗した時に、俺たちの偽物がやりましたといった弁明をしたらじゃあお前らの偽物捕まえるまでお前ら冒険者活動禁止な日暮里と一休さんするところのシナリオ運びがクソ激烈にお上手であり、こういいじゃないかこういうのでいいんだよこういうのでとなる部分。